こんにちは。日本ワイパーオブザイヤーの若森隆と申します。私のホンダフィットの走行距離が 31,100km になりました。この走行距離と同じ番号の部品を観察しましょう。その前にホンダの部品番号の法則をおさらいしましょう。ホンダの部品番号は部品の機能、車種、グレードや仕様などの3つで構成されています。はじめの5桁で機能を示しています。1万番台はエンジン、2万番台はトランスミッション、3万番台は電装です。ここまででエンジンは一通り稼働することができます。続いて4万番台は駆動系、5万番台はシャーシーです。走れるようになってきました。それ以降は車体に関するもので、6万番台がボディ、7万番台は外装、8万番台が内装、9万番台はその他の部品となっています。例えばこの76620は運転席側のワイパーですが、7万番台ですので外装部品であることがわかります。次の真ん中の3桁で車種を示しています。この事例の T60 は FL5 型のシビックタイプ R です。私が所有する車たちでは2001年の初代フィット GD1 型が SAA、2009年のアクティトラック HA8 型が TP8、 2015年の S660 JW5 型が TDJ、 2017年の NBOX JF3 型が TTA、 そして2020年の最新のフィット GR1 型が TZA となります。そして最後にグレードや仕様などを示しています。これらの部品番号は補修部品を注文した際の請求書などにも記載されていますので、ご自身の車で調べてみるととても面白いです。ぜひご一緒に楽しみましょう。さてこれらを踏まえて、私のホンダフィットの走行距離31100を示す部品を探してみると、ホンダでは AC ジェネレーター、すなわち発電機を示します。ヘッドライトやメーターやオーディオなど車載されるすべての電装品への電力供給のみならず、そもそもエンジンが回るのに必要な点火用の火花も AC ジェネレーターで発電して給電します。エンジンの基本の部品ではありますが、しかし実は私のホンダフィットはハイブリッド車なので AC ジェネレーターは搭載されていません。ハイブリッド車には駆動用の大きなモーターがあり、減速時に回生するなどして発電ができます。より高出力でより高効率な発電機を搭載していますので、 AC ジェネレーターはいらないのです。さらにホンダフィットの EHEV にはスターターモーターもありません。ご推察の通り、これも駆動用の大きなモーターからいわば押し掛けしてエンジンを始動でき、スターターモーターもいらなくなりました。ただハイブリッド車すべてに AC ジェネレーターやスターターモーターがないわけでもありません。私が買った2013年のフィットハイブリッドではAC ジェネレーターはなくなりましたが、スターターモーターはまだ残されていました。バッテリー上がりしてジャンプケーブルでエンジンを始動する際、12V でも動くスターターモーターが必要だったからです。2020年の最新のフィット EHEV では AC ジェネレーターもスターターモーターもなくなり、より経済的で合理的になりました。 AC ジェネレーターは例えば私のもう一台のフィット2001年の
初代 GD1 型では重さが約 5kg もあります。ハイブリッド車の信頼性の向上、社会への普及や定着の進み方などを勘案し、 AC ジェネレーターをなくすことができれば軽量化とコスト低減と省資源化につながります。技術の進化に応じて部品の有無は常に見直され最適化されているんですね。皆様のお車ではどうなっていますか？観察してみてください。お付き合いいただきありがとうございます。では失礼いたします。